介護士と保育士の夫婦でよ、リズミカルガスの雑草男ドンドンパン、タカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。オレンジ6さ、親子遊びでニコニコ、運動神経向上プログラム、本日186発目。はい、行きましょう。本日の遊びはですね、あんた方どっこさ、ひーごさ、あんた方どこさ、マリツキー、ポン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 、キャッチ。はい。いやー、これはですね、ボール遊びですよ。リズミカルガス、柑橘系親子。ボール遊びがね、ボールを使う操作能力系がね、いやー、これ苦手で。苦手っていうのは、やっぱりそのね、娘たちの、やってるスポーツが、メインでやってるのが、陸上とダンスなんで、ボールを使わないんですよ。なので、小さい頃から、そのボールを使う機会が、ボール遊びの機会が、もう極端に少なかったもので、やはりこの辺のね、能力はね、なかなかちょっとね、弱い弱点なんですけども、以前にね、小島よしおさんのコーディネーショントレーニングで、風船ポンポン、風船を使った、操作能力、コーディネーション、運動神経向上のトレーニングとか、野球ボールを使った、テニスボールを使ったコーディネーショントレーニングで、親子遊びで少しずつね、ボールの操作能力、こうね、楽しく強化していってるんですけども、いやー、今日のマリツキはどうだ、ちょっと自信がないんですけども、これを機会にね、また、そのボールを使った操作能力も、一歩二歩、少しずつ前進していけるように頑張りたいと思います。はい、もうルールはね、簡単ですね。まず、ドッジボールを用意していただいて、普通にこのドリブルね。バスケやってる子は得意ですよ、これ。ね、こう、ドリブルします。そう、ドリブルをしながら、歌を歌います。ね、おじいちゃんからおばあちゃんから、子供までみんなが知ってる。あんたがったどっこさ、ひーごさ、ひーごどっこさ。この歌を歌いながらドリブル。ね、これで、リズム感よくね、リズム能力も鍛えながら、操作能力も鍛えながら、歌を歌いながら、動作をして、脳もね、活性化させながら、まず右手でドリブル。あんた方どっこさ。次、できましたら、この左手。左手でドリブル。歌を歌いながらドリブル。左手でドリブル。これ、左が難しい。ね、特に左、利き腕。左利きの人は、ね、左得意だと思いますけども、利き腕と反対の方は、より、やっぱ使う頻度が少ないんで、神経のね、こう、つながり遅いですよね。で、まあ、左でドリブルしました。次。あんた方どこさ、ひーごさ。このさーのタイミングで、右手でドリブルで入って、あんた方どこさーで左に持ち帰る。ひーごどこさー、次、右、左、さーのタイミングで右、左、チェンジしながらドリブル。まあ、難しそう。これ、できるんかな？で、まずこれができましたら、次は、あれ行きましょう。例のね、同じように右手に持ち替えて、あんた方どっこさーで、またくぐりね。またを、足をぐるんと大きく上げて、またくぐり、やって、やりまして、次左手で、同じようにあんた方どっこさーで、またくぐり、やりまして、次それができたら、また右に持ち替えて、あんた方どっこさーで、右足でまたくぐりして、左に持ち替えて、ひーごどっこさーで、今度左足を上げて、左足のまたくぐらして、またくぐり、もう、ドリブルも全部交互に。うわぁこれはできる気せえへんけど、この部分ね、ちょっと伸ばしていきたいなと思いますので、今日もあれか、甘菜ちゃん陸上部でちょっとね、参加できないかもしれませんが、レモンちゃん、そして、ヒューガさんとね、3人で、マリツキやっていきたいと思います。あんた方どこさ、おぉ、ちょっとあんた方どこさ、マリツキ実践編5000、はい、行ってみたいと思います。はい、本日も元気いっぱいお手伝いしてくれます柑橘系の皆さんです。どうぞー。ちょ、待て もう罠にかかってるやないか、これこのボールをね、入れていたね、網にかかっております。罠、餌は何だったんですか？何に引っかかったん？チョコレート？いっぱいのお菓子を食べたね。あら、お菓子に引っかかっちゃいました。はい、レモンちゃんでございます。そして今日もね、甘菜ちゃんは陸上部でね、頑張っておりますので、またね、今度タイミングが合う時の親子遊びには参加してくれると思います。そして我らがエース甘菜ちゃんがいなくなった今ね、エースのもう一人
日向夏さんでございます。どうぞ。エースやった。いや、だから天菜ちゃんいないですからね、今日はね。はい。あのね、連日のジャンプで。そう、これね、あの、動画撮影ね、あの、一気にやってますから、この前々回の動画もね、一緒の日にやってますからね、あの、日向さん大丈夫ですか？ちょっとね。今日、ボール遊びなんで、はい、ちょっと、ジャンプ系じゃないんで、そう、ちょっと一息置きましょう。はい、そしたらね、あの、一人ずついきましょう。はい、はい、まずそしたら、同じようにあんた方とこさで歌いながら、まず、右手に持って、あんた方どこさ、ひーこさ、ひーこどこさ、はい、まずこれ歌いながら、真似つきします。はい、次、それ左で、2戦目が左で、あんた方どこさ、ひーこさ、ひーこどこさ、はい、これで、2つ目。はい、3つ目はあん、右手に持ってあんた方どこさのタイミングで右で左で入れ替えます。あんた方どこさ、ひーこさ、ひーこどこさ、熊本さ、こういう感じ。だからじゃあもうボールね、操作能力ちょっと苦手なんで、これ3戦目ね。はい、4戦目はですね、このまたくぐりきます。あんた方どこさ、ひーこさ、ひーこどこさ、熊本さ、こういう感じね。はい、はい、これでまあ、4戦目で、左右のまたくぐりやりまして、5戦目、超難しい。これは、あんた方どこさでまたくぐらして左手に持ち替えて、ひーこどこさでまたくぐらして、さでまたくぐりもやり、左右チェンジもやりです。またくぐり両足、これいけるかな。はい、あんた方どこさ、ひごさ、ひごどこさ、熊本さ、熊本どこさ、千葉さ、千葉山にはたぬきがおってさ、それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食ってさ、受けた。たまたまいけた、いけた。ただ、歌のリズムはね、ずらしていいです。これ歌のリズムでやろうと思ったら、もうこれね、あの千葉のあのジェッツの人しかできないです、これは。はい、そしたら、バスケのね、プロチームですね。はい、船橋でしたっけ、習志野でしたっけ、ジェッツって。船橋かな。ね、バスケットの選手って、あの中学生でもバスケットボール部って身体能力、運動神経、体力むちゃむちゃすごくない？あれ、ジャンプ力もあるし。そう、バスケ部ね、そうバスケ部意外と僕最強説備えてるんですよね。はい、それではいきましょう。レモンちゃん、まずはただ打つだけ。レモンちゃん、そしたらこれ5戦まで厳しいと思うので、やるあんた行きましょう。ならまあ、行ってみよう、右手で、はいはい、はい、あんた方どこさ、歌歌って、ひごどこさ、熊本さ、熊本どこさ、千葉さ、千葉山にはたぬきがおってさ、それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食って、オッケー、すごい。左か。左。そしたら、あんた方どこさ、ひーこさ、ひーこどこさ、熊本さまででいいわ。大丈夫、全部やる。あ、まあ結構動画の時間もあるから、さあ手にいて、さあ、やだ、行ってみましょう。まだ失敗するまでってことでいい？失敗するまで。いいや。な、行こう。それでは左手行ってみよう。せーの、あんた方どこさ、ひーこさ、ひーこどこさ。熊本さ、熊本どこさ、千葉さ、千葉山にはたぬきがおってさ、それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食って、すごいよ、やるよ、やるからすごいわこれ。はい、そしたら次はもう、これはもう失敗して当然ですからね。あの、成功は失敗の積み重ねの先しかないから、失敗してない、失敗は勝ちやからな。はい、次、サーで入れ替えます。あんた方どこさ、ヒーゴサーでタイミングで左右入れ替えてください。はい、これ失敗したらヒーゴさんも拍手してあげてください。行ってみよう。
あんた方どこさ、肥後さ、肥後どこさ、熊本さ、熊本どこさ、千葉さ、千葉山にはたぬきがおってさ、それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食ってさ、オッケー。最後の3の連発のとこ入れ替えできなかったですけども、あ、でも失敗、ぼーっとしてた、ぼーっとしてた、大失敗、拍手、いいんですよ。でも音さえ方もな、すごいな、うん、上手ですよ。さあ、それでは次またくぐり、はい、これはもう、まあまず右から行きましょう。右からまたくぐりはな、やったことあるけど、ある、行ってみよう。それでは、はい、失敗したら拍手ですからね、せーの。あんた方どこさ、ひごさ、太陽くりどこさ、おー、もう一回行こう、もう一回行こう。今もういきなり左右チェンジやったん。右だけで行きましょうか。これ最後ね。これ最後やって、ひばさんのチェンジ。右だけのまたくぐり行ってみよう。あんた方どこさ、ひごさ。あ、もうワンチャンス、もうワンチャンス、もう一ワンチャンス。はい、ゆっくりでいいですから。左右もやっていいの、後で。どんどんひばさんの後にね、ひばさんの後に。一旦ここでひばさんにチェンジします。はい、それではまず右手のまたくぐり行きましょう。あんた方どこさ、ひごさ。ひごどこさ、熊本さ、熊本どこさ、千葉さ、千葉山にたぬきがおってさ、それをよ、私が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、撃ってさ、さあ、振ってさ、オッケー、お見事、すごいですね、このなんていうかチャレンジ精神と、そのボールのあっちゃこっちゃ行くのにも合わせて、なんか体動いてますもんね、素晴らしい運動神経。はい、さあ、それでは続いてヒューガさん。え、なんかあんなに上手なレムちゃんの後に言うて、でも昭和世代マリツキしたことあるでしょ。いや、でも最近してないもん。そう、ここ20年30年してないですよね。してない。はい、そしたらひゅうかさん、あんた方どこさ、ひーごさぐらいまでいいですよ。はい、あんた方どこさ、ひーごさ、はい、あんた左手、あんた方どこさ、ひーごさ、はい、次、さーで右左、入れ替えましょう。どこさ、ひーごさ、ひーごどこさ、熊本さ、オーケーオーケーオーケー、いけるやん、いけるやん。そしたら次、またくぐりね、右のまたくぐり、こっから最後までいきますよ。やりすぎると足が、うん、足の、そうそう、レモンちゃんの足すごい上がってた、すごい上がってたな、あんなに上がんないな、うん、だこれ最後までいきました、最後までこうやってさ、うん、こうできる、ああ、そっか、その柔軟性もちょっと有利に働くな、すごいな、それは能力、能力、はい、それではいきますよ、はい、はい、最後までいってみよう。あんた方どこさ、またくぐり、せーの。あんた方どこさ、ひごさ、ひごどこさ、上手、熊本さ、熊本どこさ、千葉さ、すごい、千葉山にはたぬきがおってさ、それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食ってさ、ヒューガさん、ヒューガさん、すごいじゃないですか。見た、レモンちゃん、見直したな、今。拍手、拍手、拍手、すごい、できた、できた、やるやん、久々にやったのに。やっぱりこれだから子供時代にやったことあるでしょ、うん、その時に培われた運動神経っていうのは一生だった、一生残ってるんで。そうなんや、うん、だからその、ゴールデンエイジまで、12歳までの、あの遊び、うん、あの運動って大事なんですって。すごい、ヒューガにも、ヒューガにも残ってましたね、はい。そしたら次左手、あ、じゃあもうなクロス行こう。失敗したら終わりということで、はい、失敗したら拍手で終わって、クロスチェンジ、両足またくぐり行ってみよう。はい、はい、あんた方どこさ、ひごさ、ひごどこさ、熊本さ、熊本どこさ、千葉さ、千葉山にはたぬきがおってさ、
それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食って、おーすごい、お見事。さあそれでは最後の最後、レモンちゃん挑戦。左右股くぐりでチェンジのやつね、一番難しいやつ。はい、それではこれで、失敗しても拍手で終わりましょう。締めてくださいね。はい、はい、レモンちゃんラストチャレンジどうぞ。痛かったどこさ、ひごさ、もう一回いこう。もう一回、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 頑張って。はい、痛かったどこさ、ひごさ、ひごどこさ、おう、熊本さ、熊本どこさ、おう、センバさ、あー、もう一回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 、はい、どうぞどうぞ、もう、どうしろ、どうしろ、はい、はい、よーい、スタート。あんたがたどう、それでは皆さん、また会いましょう。さようなら。ララ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 手をとぜんざい、手をとぜんざい、ひたりはぜんざい。虹色動画とは、雑草男たかちゃんが親子の力を借り、一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。